7万かな。あ、8万か。うん、これは茅森に対して筋を残しましたか。あとは萩原の現物。そうですね。ただあれですね、あのもう一回あの親が4万切ってリーチしてくると7万は本線になるんで、あ、2回目の4万が先の4万の匂いを消してしまうというか、だから8万切ってリーチするかもしれませんね。カンウマン、2枚切れですよ。赤はあるじゃん。いやでも赤はあるかどうかわからないですよ。なんで。いやだってこっちは見えてますけど、あの赤ウーマンだからこそ切らないわけですもん。なるほど、はい、赤ウーマンだおいおいトイレンさんよ、赤ウーマンが来れば言うことはないわよと。よく黒ウーマン食い流してくれたわ、ありがたいわと。本当だ、はい、あんた来れるのこのリーチに。あー怖いよ。これは筋だ、これ打てるワンチャンス。イーマン短期しかない。ペンチソ1枚、サーブロ9ピン、うん、ペンチソ1枚。さあ親がやられたら私が取り返す一発。フェニックス中でも最も凶暴な娘は茅森さやか。凶暴だね。はい、サーブロ9ピン1日1羽という合言葉のもと、大きい手を何度も繰り出していくのが茅森の特徴。いけないか、いけないな、打ちそうだ。茅森に逆らっちゃならない内川、あいつは凶暴だ。町でも有名なおてんば娘。1、2、3、4、5、6、7、8、4枚。この順目で4枚なら十分ですね。サブロ9ピン、はい、4枚あるんだ。はい、あります。裏乗せたいね。いや津田さん、はい、何を。あ、乗るのか。あ、乗るのか。これつも上がりになるんじゃないですか。おそらく出ないので、つも上がりですね。つも上がって裏ドラが乗らなかった過去はないです。ハネマン娘、はい、ち、あ、これなんすか、経典すか。大丈夫かな、積もったかな。チューン、いや、なんかが起こるぞここで。食い流れはしない。いや、積もりやすくなりましたね。っていうかこれ、あ、積もは増えてはいないのか、うん、積もりやすくなりましたか。はい、なんでそんなこと言えるんですか。チーしたから。まあ、本当だ、本当だって怒られますよ。教科書に書いてあるんだって。やめてください、今日初めて麻雀見た人に誤解されますから。そんな非科学的なこと。チー、あのな、チーじゃなくて、はい、積もるような予感がする。よろしいと思います、はいはい、津田さんの予感なんて今まで100回中2回ぐらいしか当たってないんですから。本当かなまだ4枚あるまだ4枚あるまだ4枚ありますよまだ4枚ある。うわー怖い、積もって裏ドラが乗らないことはない。いったか、チーソースレスレ。うわー、どうなる、流れない。うわ、4枚ありますよ。19分の4、もう5分、19分のですよ。19分の4ねうわー4枚、ま、18分の4。うわーやばいよ。17分の4、これ4分の1です。次が4分の1か、ほぼ4分の1。いったか、1日1晴れ娘。ガー、違う、呪われてる、呪われてるね、呪われてる。千山、いや4枚っすよこれ。ワンパイ、1、2、3、4、5。丈夫なワンパイだな。6、7、8、4枚。あらあらあら、4枚山、4山だ、ひどいね。ワンパイさんうわ、これは4人は助かったって思ってますね。3人ね、あ、失礼、3人は助かったよねこれ。いやだって4000オールからですもん。いや、茅森なら6000オールからですよ。これで土田さん、はい、跳ね回りましたね。赤ウーソですよ。跳ね回ったよね。じゃあ3足じゃないんすよ、赤ウーソですよ。あ、そうなの。赤ウソツモでハネマンじゃないですか。そうだね、
から4ゴロみたいなんじゃないんですよ狙ってんのは。あるいは一発スモリアンパーソン11。あれローソン残してるとどうなってんの、パーピン先打ってるとノベタンになってるか、このサブロリアンパーソンですね。換算層3色うわーリアン層だ。うわ8000は8600リーチ単用ピンフ赤1八0 0 0点萩原のリアン層、これテンパイですね換算層。はい、つもぎるんじゃない、かやもりだもん、それこそウーピン、おーパーピン狙いか、じゃこの手で勝負だ。あじゃあもうパーピン狙いだ。ウーマンからね、明日ウーピンから1トメンツ伸ばすと思いましたけど、ここはもうストレート。あーこの手、いやいい反応、いい反応だね、いい反応で、これ出上がっても同点トップなんですよ。なるほど、わーこれ鋭い、これ3万ポンは数万残してないとダメですからね。はい、おパーソー、あーチーしてウーソージャンと面白いねこれね、言いそうないからもう数層だけで OK と。イーマンかなトンかな、イーマンみんなやりますね。いやこれ言うとしたらたまったもんじゃない、でも相手が攻めてきてるなら5800から1万2000の直撃のチャンスだってある。安全牌はどっちだ、リアンパーマン2度受け、いいピンつもぎり、テンパイリーチじゃないですか。いや見てんか、これどう上がっても、いやかやもりから上がると1000は1600、これ内かの下行きますね、かやもりからのスチーマンは。なるほど、 U は打っても着順そのまま、いやかやもりでもスチーマン1回置きますね、ポンの材料ですから。あチーだチーだチーだ、ヤンウーマンこれ3900上がりますよね、出たら同点トップ。上がります上がります、これリーチあるか、萩原どうするの、茅森は結構同点になるんですよね、なんか今シーズンもすでに1回内川と確か同点になってるんですよね、内川と同点の3着になってますね、過去もね、うちあの同点になるんですよ、この茅森という選手はよく。なんだ1枚しかない、積もった1枚、これなら逆転、これなら逆転、ラスハイですよ津田さん、偉いね、よく積もったね、なんで積もったか分かりますよね、なんで近藤の思いが届いてるんすよ、そうか